どうしたんだ、ヘイン。村外れにレイガルド帝国の兵隊が攻め込んできたんだ。村外れに？確かその辺りはヘインの幼馴染が住んでいる場所じゃないのか。そうなんだよ。だから急がないと彼女が危ないんだ。頼むからデオン。分かった、すぐに出るぞ。デオン様、目当ての娘を発見しました。よくやった。お前がリアナだな。怪我をしたくないなら俺たちと一緒に帝国まで来てもらおうか。私に何の用が。いきなりのことで申し訳ない。私はレイガルド帝国青龍騎士団を率いるレオンと申す者。わけあって私をベルンハルト陛下があなたをお待ちだ。帝都まで来ていただけぬか。私がついていけば村の人に手を出さないと約束してくれますか。無論そのつもりだ。女性をさらうような不名誉に加え無抵抗な村人まで殺すような恥を犯すわけにはいかぬ。ただし我々に対…わかりました。ではついていきましょう。すまぬ、礼を言わせてもらおう。手のままに。全部任せろ。レオン様、村の自警団が現れました。早いな。だが、たかが自警団。なんだと？たった数機で来たことを後悔させてやる。愚かな。レアードは私に続け。敵を。はっ。さあ、おとなしくついてこい。やばいよ、エルヴィン。帝国の奴ら、リアナを連れ去るつもりだよ。一体なぜだ。いや、考えるのは後だ。とにかく急ぐぞ。仰せのままに。全部任せろ。ほら、どけ！邪魔だ！待て、バルド！勝手な真似はするな！
せえぞ小娘、お前も痛い目を見ねえとわからんのか。やめぬか愚か者。はっ、申し訳ありません。無駄な抵抗はするな。仰せのままに。俺の出番だ。我が領地内での勝手な振る舞いは私が許さんぞ。帝国の騎士団を追い払いましょう。領主様の軍だ。敵の援軍です。分が悪いな。仕方がない、引くぞ。はっ。終わったようだな。助けていただいてありがとうございます。私は光の神殿の巫女、リアナ。俺の名はエルム。当てのない旅をしている。エルヴィン様、本当にありがとうございました。まったく、なんとお礼を申し上げればよいのか。さすがエルヴィン、強いじゃないか。かっこよかったよ。ヘインも助けてくれてありがとう。ところで皆さん、怪我はありませんかな。ここにいれば。そうですね、早速向かいましょう。
また一歩目標に近づいたな。マッシュ、あなたは正式な戦士になりました。はい、先生。おいおい、マシューに置いていかれたくないよ。わかった。